はい、今度はですね、数研出版のネクスト数学2のですね、99ページの27番の問題からちょっとやっていこうかなと思います。で、どの問題かっていうと、次の円と直線の共有点の座標を求めろという、そういう問題ですね。まあ共有点を求めるだけなんで、まあ基本的にはこれ連立方程式ですよね。まあ2乗が入ってるから、まあ中学校よりはちょっと難しいのかもしれないですけども、まあ基本連立です。はい。なので、まあせっかくね、y イコールになっているので、代入してあげてね、x だけの式にしてあげましょう。ね。で、x プラス1の2乗イコール25と。で、x の2乗プラス x の2乗プラス 2x プラス1の25と。で、2x の2乗プラス 2x マイナス24と。で、x の2乗プラス x マイナス12と。で、プラス4と x マイナス3ってことは、x がマイナス4と3と。で、共有点を求めなきゃいけないので、そうすると、x がマイナス4の時ですね、y がマイナス3。で、x が3の時に y が4という形で、この2点が、まあ、共有点として挙げられるかなという感じですね。で、お次も一緒ですね。代入してただ解くだけっていう、そういう問題です。で、まあ、y の方、y イコールにしてあげると、x の2乗プラスカッコマイナス x プラス4の2乗イコール8と。で、これを解いていけばいいわけですよね。そうすると、x の2乗プラス x の2乗マイナス 8x プラス16、イコール8。で、2x の2乗マイナス 8x プラス8イコール0。で、x の2乗をマイナス 4x プラス4イコール0。x マイナス2の2乗イコール0で、x イコール2。今回の場合は接線みたいですね。で、x イコール2なんで、y も当然2になりますよね。うん。なので、共有点は22っていうふうに出ればいいですかね。まあ、ここら辺はね、本当に練習問題なので、まあ、できればいいかなっていう感じの問題ですよね。で、99の練習28になりますね、次がね。で、28はどんな問題かっていうと、円 x の2乗プラス y の2乗イコール5と直線 y イコール 2x プラス m について次の問いに答えようと。うん。括弧1。円と直線が共有点を持つとき定数 m の値の範囲を求めよって言ってるので、まあまずね、代入してあげて、x と m の式にしてあげましょう。そうすると、x の2乗プラス 2x プラス m の2乗イコール5。で、これ計算すると、5x の2乗を、プラスの 4mx プラス m の2乗をマイナス5イコール0と。で、これ判別式に入れてあげましょうか。4分の d を使ってあげると、ここ半分にしてね、使えるんで、4m の2乗をマイナス5括弧 m の2乗を、マイナス5括弧閉じと。で、これ計算すると、マイナス m の2乗をプラス25。で、これが、まあ、0以上になればいい。っていうことなんで、これね、計算してあげると、m の2乗マイナス25ってなって、m プラス5の m マイナス5ってなるから、求める m はマイナス5以上5未満というふうになりますかね。うん、これが答えになります。で、次がですね、括弧2番になりますね。括弧2番はどんな問題かっていうと、円と直線が接するとき、定数 m の値と接点の座標を求めよと。まあ、あれですね。
これさっき解いたやつを使ってそのまま m がまあプラスマイナス5の2通りあるっていうのがわかると。そうするとまず m イコール5の時で考えてみましょうと。そうするとね、さっき作った式があるんでこいつにそのまま入れちゃって計算した方が早いので、x の2乗プラス 20x で 25-5 だからプラスの20イコール0と。で、5で割ってあげて x の2乗プラス 4x プラス4イコール0で因数分解してあげて、まあこうですよね。で、x がマイナス2と。で、x がマイナス2って言ったんで、ここに入れてね、マイナス4作って5なんで、1になりますよね、y は。だから、x イコール5の時、マイナス2の1っていうところを通るんだよ、というのがこれでわかるわけですね。うん。で、次に、マイナス5の時ですね。m イコールマイナス5の時。そうすると、まあ、ここわかんないですよね。5x の2乗を、マイナス 20x で、プラスの20と、イコール0と。で、x の2乗をマイナス 4m プラス4、あ、x だ、ごめんね。プラス4イコール0。で、x マイナス2の2乗イコール0。x イコール2って出ると。今度は4たす5になるんで9になりますよね。だから、m がマイナス5か。4引く5だからマイナス1ですね。ごめんなさい。っていう風になると。だから求める答えは、m イコール5の時、マイナ2の1。で、m イコールマイナス5の時、2のマイナ1っていうふうに、まあ、答えられればいいかなという感じですね。で、28を終わりにして、次は29ですね。で、今度は100ページのですね、練習29ですね。で、どんな問題かっていうと、半径 R の n、x の2乗プラス y の2乗イコール0、あ、イコール R の2乗と直線 x プラス 2y マイナス5イコール0について次の問いに答えようと。円と直線が接するときの R の値を求めようと、いうことなんですね。で、まあ、接するってことは1点で接するってことなんで、この直線の式とですね、まあ、円の中心からの距離、要するに半径ですね。半径 R と、まあ、この原点からの距離 D がイコールになるときに、この直線とこの円が接するっていうことがわかるので、まず D を求めなきゃいけないですよねと。で、そうすると AB 見てもらうとどうなるかっていうと、 D イコールルート、まあ1の2乗で1ですよね。で、2の2乗なので4になって、下がルート5になりますね。うん。で、原点なんで xy は00なので、00入って上がマイナス5の絶対値っていう形。そうするとこれってどうなるかっていうと、ルート5分の5。まあ、有理化してもらって、ルート5だよねと。で、これが r の値とイコールのはずなんで、r イコールルート5っていうのが答えになります。で、次ですね。括弧に、円と直線が共有点を持たないとき、R の値の範囲を求めようと。今、接するときの長さがルート5だって分かったので、求める R の値は、まあ、ルート5よりも小さいと。で、0よりも大きくないと円じゃなくなっちゃうので、まあ、R の値の範囲っていうのは、0よりも大きくて、ルート5よりも小さいというふうに出せればいいかなと思いますね。で、最後、練習30番ですね。こちらをやっていきましょう。
で、練習30番はどんな問題かっていうと、次の円上の点 P における接線の方程式を求めよということですね。で、これもですね、その直前のところをちょっと見てもらえると、円の接線の方程式ですね、っていうところ101ページからですね、102ページにかけて円上の点における接線の方程式っていうのがあるんで、まあ、この方程式を使ってですね、やっていけばいいかなと思うんですね。うん。で、まあ、このままね、やって、公式通りにね、やってきますね。そうすると、どうなるかっていうと、3x プラス y イコール10っていうふうになってですね、まっすぐに出てしまうと、うん。で、これも一緒ですよね。2x マイナス 3y イコール13と、うん。で、ここも、ここですよね。4x、0なんでこれないので、イコール16、x イコール4っていうふうに出ますよね。で、今度は x がまたね、0なので、そうすると、マイナスルート5y イコール5で、ルートマイナスルート5で、割ることになるんですよね。結局マイナスルート5分の5、まあこれ有理化するとマイナスルート5になりますよね。ルート5というふうになるかなと。まあ、ちょっとね、長くなったんですけども、以上で解説を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると、次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。